これはね、このミートソースドリアっていうのを200倍うまい食べ方をしていこうと思います。さてどうするか。さてどうするか過ぎたかな。ああ例のこれを、ああちょっと、ああ、あれうわ、えらいこっちゃ、えらいこってすわ。ミートソースドリア普通に食うたらいいやないか思うかもしれんけど、必殺技もこれ。これを入れます、はい、いわゆる納豆ですね。これを入れることによって1パック入れることによって100倍、100倍は言い過ぎか。でもう1パック入れるぞと、もうすげえ混ぜてる、もう倍じゃないかな。入れますよと。あ、入れた、入れたぞ。でこの、まあせっかくやからこのタレもかけましょうかと、卵醤油だれ入れますよと。まあこれは2つじゃなくて1パックでいいかなと思います。でこっからどうするか、うん、辛みを出す、タバスコ、タバスコ何滴かかけますわ。よし、これでうまくなったはずやけれど、うん、もう一つ、これはなんだ、醤油、どこの醤油やったかな、これ醤油をちょっと垂らします。あ、向きが変。よし。あ、200倍どころか300倍ぐらいになったかな。これを、これはすごいぞ。これはめっさうまいはずや。よし、これをやっていきます。前振りえらい長かったけど、これはえらいうまいはずや。うん、うまっ、めっちゃうまい。そう、うまいな。気の遠くなるぐらいうまいな。今日僕はね、もう
明日また早いから、これ食べ終わったらゴールデンカムイをちょっと読んで寝たいと思います。あーこれは正解な。うますぎる。ミートソース通りやな。コンビニのミートソース通りやね。納豆2パックかける。その上にタレをかけて、タレは2つ分もいらない、1つ分で。でタバスコをかける。これで完璧。これはだいぶ超人、パーフェクト超人。この後どうしようかなって、豆乳でも飲むかと。こういう感じでございます。あ、めっちゃ甘かった。ごちそうさま。また皆さんも試してください。